ど。どうしてもダメ？はい、全然なんか先生にも、先生にも、標準語になってないって言って。なってない。なってないって。もうしょうがないよね。はい。ちなみにどんな作品をやるの？それが、なんか家族愛がテーマなんですけど、なんか戦争もので、なんか普通に関西のものをやってても面白くないからって言って東京大空襲、東京大空襲やるの？すいません、はい、私もやったよ。見てました。見た？ありがとう。そうそう、はい、でちなみにモンガちゃんのやったところはこの子供っていう感じですよ。家族愛の子供、家族愛は、お兄ちゃんと、で私が妹と、なんかこうどうしても言えない言葉とかあるの？なんか遊んでくれなくて、見てて、その時にじゃあまた今度遊んでバイバイみたいなやつがあるんですけど、これ恥ずかしくて、どこバイバイ、これで見えるのはじゃあまた遊ぼうなみたいな、ねって言わないんだね。はい、ねが出てないんで。あ、そっか、なんか来ないなとか。そうか、はい、そうか。いやもう恥ずかしいのが邪魔してるんだったら、もうそれは取っ払うしかない、ないんじゃないかな。私もお芝居してたら恥ずかしいこといっぱいあるもん。これね、ほんとね、結構、お芝居って恥ずかしいんだよ。恥ずかしいもんだよ。だって、冷静な人が、なんか50人いる中で、一人でなんかおかしかったりとか。だからね、もう恥ずかしさはね、取っ払って、はい、なんかぜひ中学最後の学級劇をいいものにしてほしいし、はいはい、でも大丈夫だよ。ありがとうございます。気持ち、お芝居は気持ちが大事。はい、なんか気持ちを込めて一つ一つの皆様、心に届くになると思うから、はい、頑張ってね。ありがとうございます。うまくいったらまた報告して。わかりました、またメールします。はい、待ってます。どうもありがとう、はい、ありがとうございました。
チェックさせていただきたいと思います。ということで、私の明日、リキタマキでした。自分じゃまだ若いつもりでも体が痛みがつらい、そんな方多いんじゃないでしょうか。いやもう肩が痛くてね、もちろん上がらないんですよね。洋服の着替えつらくても、大好きな五郎さんできないのがもう残念でね、うん、寝られると肩が痛いんですよ。だから痛みで目が覚めちゃって熟睡できないんですわ。そう、肩に痛みがあると何をするにも辛いですよね。最新感染薬の分散症は飛ぶでしょうか。分散症は一つの人や後輩に応じた漢方にもらんない薬になる。肩の痛みだけでなく膝や手足の痛みなどを非常に和らげてくれます。まずは無料試供薬から始めてみませんか。お申し込みは0120-305-305、0120-305-305。朝8時から夜10時まで全週無休で受け付けています。
発ギャグをお願いします。山根さん、あ、ちょっと待って、待ってください。山根さんってそれ後から誰か付け加えました？ちょっと、いただきました。どっからですか？杉山町の、はい、ジオネーム、マロン山さんから。すみません、あの、私芸人じゃないのでこれは発ギャグは、はい、山根あゆみさん。見たことないですよね、そんなの。そんな方向き天の一発ギャグ。何それ、これ372番の発ギャグ。何それ、372番ってそんなにないです。やったことないです。なんか目が覚めればいいんですけど、山さんの。どうしたらいいですか？オリジナルのやつないですか？オリジナル、オリジナル、え、じゃあ